皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。ソウル連合ニュース。韓国の人気グループ。BTS 防弾少年団の日本4枚目シングル。FOU が6月に LP サイズのアナログ版として発売される。レコード会社のポニーキャニオンが16日発表した。 2015年に発売された初の日本オリジナル曲、FOU r y o は遠く離れた恋人に向けた愛の歌で、初めてオリコンのシングルチャート1位を獲得した。アナログ版は A 面に、FOU r y o、B 面には当時発売されたシングルと同じ、レ e ド Me No ジャパニーズバージョンが収録される。今回のアナログ版は、 BTS の日本デビュー10周年を記念して発売される。BTS は韓国でデビューした1年後の14年6月に日本デビューした。ポニーキャニオンは、メンバー全員が入隊した今、ファンに対するメンバーの心を感じられる曲だ、と説明した。どこで思いますかコメントセクションをチェックして、 次のビデオを見てください。